へいへいへい、まるひこです。メイン武器が決まらんくて、もう1ヶ月経ちました。ってことで、今回は、モンハン初プレイの私が、すべての武器を使用し、ランク付けをしたいと思います。各武器を採点する項目は3つ。1つ目は、性能。これは、攻撃力や防御性能、そして使いやすさから採点します。そして、2つ目の項目は、好み。武器のかっこよさや楽しさなど、私の好みで判断いたします。かっこよさ大事。そして最後の項目は映え。見ていて盛り上がるかなどを考察した動画映えですね。これらの項目を各5点ずつ、なので最大15点満点で採点したいと思います。それでは早速トレーニングエリアで全ての武器を順番に使用していきたいと思います。なおストーリーや戦闘は先パートになりますのでご了承ください。まずは弓から。おお、見た目かっこいいな。実はね、実際のプレイで遠距離を使う予定は今んとこないんですけど、一応触ってみたいと思います。まずは標準を合わせる。ほい、お、いけ、おお、 6×3 かで、丸が特殊射撃。ほい、低いにも程がある。そういう意味での特殊か。あ、広範囲攻撃できるにしても威力分散させすぎや。あ、近づけば、あ、なるほど、距離は近ければ近いほどダメージは上がんやね。待てよ、竜の一夜、おい、お、13、これぞ特殊攻撃やろう。下のコマンドは曲射、豪射。はあ、難しそうやな。 R2 からの A の、はい、え、どこ行った。うわっ、石降ってきた。で、豪射、ん、豪射って何や、どうやんの。はい、採点いきたいと思います。まず性能4点。エイムいい人が神みたいな実力主義社会を感じる。間違いなく私が使うと人権はない。そして好み2点。私は圧倒的に近接派なんやけど、竜の一夜がかっこよかったのは認めるよ。そして曲射で急に小石が降ってくるのは笑った。映え2点。やっぱ動画的にモンスターの迫力は近くで感じたいよな。あと私のエイムやとみんなを画面酔いさせてしまう自信がある。よし、ラス使ってみよう。外す、オーケー。ふわはは、何この巨大注射器みたいな、すげえ。あー、こういう歩き方になんや。てかさ、素朴な疑問なんやけど、なんで急に左利きな。カウンター付き、カウンターってパリーかな。ああ、まあ、基本はこういう攻撃ってことか。で、これが丸武器。丸が上、上付きになる。じゃあ真ん中、ちょっと上目にいるときはここで、これで心臓一突き刺しなんやな。なるほど。三角、三角、三角、L×。へえ、何これ何これ、ちょっと待って、ちょっと待って。そんなステップが来るとは思ってない。R2L3 か。おお、かっこいい、これ。結構、大股でピョンみたいな。はあ、はあ、こう行って、こう行ってからの、こう。おお、なるほど、なるほど。ガード状態で、前を詰めていく攻撃ね。そうか、そうか、なるほど。これで前を詰めての、こう、こう、みたいな。完璧。それでは採点に入りたいと思います。まずは性能4点。ガードによる防御特化ってイメージかな。リーチ長いし安定感もありそうやけど、移動速度の遅さが気になるね。好み4点。地味さはやっぱ否めないけど、盾かっこいいし、みんなを守ってくれそうな安心感があるよな。まあ私が使うと聖母マリアってイメージになるかな。そして映え2点。カウンターは映えそうやけど、
どうしても縦地区が気になる。やっぱり動画としての多少のハラハラ感は欲しいっていうのが正直なところなんで。やけどこういう武器って上級者が使うとめっちゃかっこいいよね。お次は双剣。短えな。これ毒でもつけな恐竜倒せへんやろ。基本的には三角がメイン攻撃なんかな。おお、攻撃早っ。けどやっぱ一発のダメージは低いんやな。数で稼ぐって感じか。で次は鬼人か。鬼人かってなんなんや。ほい。おお、なんかオーラまとい出したぞ。これ第二形態か。能力アップ臭いな。おお。おお。これさっきより攻撃力上がってるよな。乱舞かっこよ。あ、これ時間制限あるんや。ってことはいかに鬼タイムに攻撃できるかって感じか。はい、それでは採点いきたいと思います。性能2点。ひたすら攻撃し続ける脳筋バーサーカー武器かな。なんか仲間が死んでも気にせず攻撃してそう。操作は分かりやすいんやけど、ガードがないっていうんとリーチの短さが気になるかな。あと私の連打癖と相まって速攻コントローラーを潰してしまいそうなので2点です。そして好み4点。モーションかっこいいんやけど、鬼人化が思ったより人。そして映え3点。人によっては単純に感じるかもやけど、超攻撃スタイルってやってて絶対楽しいねんな。あ、ランスと足して2で割ったらベストな武器ができるんちゃう。では次はヘビー砲丸。これは弓みたいな感じか。標準。おお、なるほどなるほど。で発射と、はいはいはい。おお、撃ってる撃ってる。どっちか言うと銃みたいな感じなんかな。んーでリロードと。あー、わかりやすいわかりやすい。お、近接攻撃もできんの。近接攻撃どんなんや。あー、本当にもうそのまま武器にしちゃうのね。24。結構攻撃力あるやん。その辺の剣とかより銃で殴る方が強い。はい、特殊弾つけてみた。特殊弾どんなんや。おー、これはすごい、すごい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 。なんかランボー思い出したわ。はい、では採点いきたいと思います。性能3点。相手の素早さについていくん難しそう。基本はやっぱ遠距離やからサポートなんかな。で好み2点。主人公がシルベスタ・スタローンとかシュワちゃんみたいな筋肉だるまやったらめちゃくちゃ似合いそう。映え2点。やっぱな、遠距離武器はかなりプレイヤーが上手くないと見てる方が飽きるかなと。もし私がモンハン芸人まで上り詰めたら銃で殴る攻撃だけで全クリするわ。はい、お次は大剣。おお、大剣がモンハンの代表武器なんかな。ドゥン。攻撃力49。高すぎやろ。単純に力込めて振り下ろすだけっていうシンプルイズベストやな。おお、ガード。おお、なるほどな。このさ、謎の穴気になってたんやけど、ガード時に向こう側を覗くための覗き穴やったやな。新ため切りって最初のため切りは偽物やったんか。よし、いくぞ。ほい、はいはい。おお、次ためれるか。おお、来た。はいはい。うお、ダメージ134ってどういうこと。それでは採点に入りたいと思います。まずは性能4点。剣を構えてる時の動きが亀みたいに遅い。でもその分ガードあるし、バランスはいいんかもしれんね。タメを当てんのは難しそう。そして好み4点。こういう重厚感がある武器って結構好きなんよね。特大剣って感じ。これ持つだけで物語の主人公になった気分になれるんよな。映え
4点。ため切りを当てた時の爽快感は最高なんやけど、逆に外した時は不快感を与えてしまいそう。まあ私の性格上、調子に乗って溜めてすかして怒られるっていう未来がもうすでに見えている。はい、お次は笛。この武器は味方を強化とかできる感じなんかな。ブラシ、ほいほいほい、11、10、おー、これで合ってるんか。採点いきたいと思います。性能2点。操作ややこしすぎて全然吹き方がわからん。それにぼっちの私が誰をサポートすればいいねん、腹立ってきた。好み2点。昔私が使ってたイヤホンに似てるかな。映え2点。オンラインやったら評価変わるかもですけど、ストーリーはソロでやる予定なんでね。そしてそして、お次はスラッシュアックス。おお、折りたたみ式の武器か。ニュータイプやな。ん？変形ってなんや。ああ、なるほどな。武器の形が変わってんのか。このさ、変形時とさ、普通の時とどう攻撃力とか変わんのかな。ほいほいほい、はい、13、29、15、これで4回で69。で変形は、はい、ほい、22、16、14、22、74。そんなに大きくは変わらへんのかな。属性解放好き。おお、この武器からは想像できひん音が放たれた。いやー、一見すると武器が小さく見えるしさ、仲間とかからさ、おいおい、そんな武器でモンスター狩れると思ってんの？わろた？とか言われた後に黙って武器取り出して、スラッシュアックスとか言って、連撃かましてモンスター倒した後、仲間に称賛される。ってとこまではとりあえず妄想できた。はい。それでは採点に入ります。性能3点。もう技の多さというか複雑さで頭がパンクする。この武器を初プレイで使う人はなかなかいい日のちゃうかな。お次は好み5点。使ってて楽しいし、もう武器が変形ってだけで中二心がくすぐられる。この武器誰かリアルで作ってくれへんかな。公園で振り回して子供たちの人気者になりたい。そして映え3点。やってる本人としては「俺かっけー！」って自分に言えそうやけど、視聴者はどうなんやろか。この武器は使ってみんとわからん。ダークホースって感じ。はい、お次はチャージアックス。なんやこれ、カメムシみたいな形してんな。ほい、お、剣か。この虫の部分が盾になるんね。ふん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 、なるほど。で、おー、5、6、5、6。あ、結構ダメージは低いな。変形切り、変形切り、ほい、おー、は、形変わった、斧になった、なんか見覚えあるぞ。属性解放切りとか高出力属性解放切りとかある。やってみよう。ほい、おお、すげえ、おお、はあ、雷属性か、めっちゃかっこええやん。バケンに戻った。これが属性解放。この上の、なんやろ、瓶みたいな、牛乳瓶みたいな、あれを消費するっぽい。属性解放切りの時。性能3点。好み5点。映え3点。ごめん、私の軽く触った感じやとスラッシュアックスと感想も採点もほぼ同じやった。
ということで、今日からスラッシュアックスとチャージアックスは同じ武器になりました。はい、お次は総中根、武器らしからぬ名前やな。うわ、見て、腕にカメムシついてる。光ってるし、どっちか言うとホタルなんかな。おー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 、なぎ払い。普通にかっこいい武器やな。うん、しかもスピード結構あるし、てかよく虫落ちひんな。ほい、おお、高飛びやん。これでモンスターの上に乗ったりすんのかな。で、総中印あって、うわ、どこ行った。おお、なんか公園の電灯にたかってる虫みたいになってる。わかった、これモンスターに寄生虫を植え付けて内部から攻撃するってやつか。お、帰ってきた。おかえり。虫を使って戦うんか。面白いな。はい、では評価いきたいと思います。まず性能3点。ま、攻撃力は自分で攻撃する分にはまあまあなんかな。ただね、この虫ペットの攻撃力がちょっと1っていうのがね。そして好み5点。どうなる、人気ある武器なんかわからんけど、私は好きでした。こうなんかペットがいるっていう感じもいいし、結構ね、身軽に攻撃のスパンがあるっていうのは私好みでした。ただ虫の種類によっては評価を下げるかもしれません。映え4点。虫も戦ってくれるみたいやし、見どころは増えるやんな。あと成長要素があるんちゃうかなと期待してる。単純にだんだんサイズが大きくなっていくとか、サナギになって最後は羽化するとか。お次はハンマー。重い打撃で気絶を狙える近距離用の武器です。モンスターって気絶したりするんや。言うたらさ、鈍器で頭しばいて脳震盪させるってことやんな。おい、おお。うわ、結構形変わってんな。鉛筆の先みたいな形してんやな。で、試し切り、縦振り、三角、ほい、おお、電撃、ほい、おい、おい、おお、55ダメージかなりあったぞ。次は叩きつけ、丸、おい、おお、モグラ叩き的な感じか。で、R2 がため攻撃。おお、なんかこの構え相撲に似てんな。ほい、おお、砲丸投げやんけ。これがハンマーの必殺技っぽいな。圧倒的に派手やし。はい、それでは採点に入ります。まず性能は3点。殴ったり回ったり忙しそうやけど、攻撃力は高いんちゃうかな。特に3発目のアッパ。ただその分防御性能は低いんやろうな。そして好みは1点。野生感が出すぎ。恐竜と縄張り争いする原住民にしか見えへんっていうのと、やはり私はスタイリッシュな方が好みなので1点で。映えはなんと5点。やっぱり季節っていうのは見どころになりそうやし、見てて爽快感もありそう。回転攻撃なんか JK でも写真撮りたくなるんちゃう。ほい、お次は片手剣で、切り下ろし、突進切りで、ガードとバックステップとかもあるやな。ああ、なるほど、こういう感じか。はい、ほい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 、バックステップからのため切り。おお、空飛んだで。ダメージ20ぐらいかな。もうちょっとあるか。いやー、でもこれは武器というよりこのハンターの身体能力がすごい。他は、はい、気絶を狙う。あおー、また空飛んだ。はあ、片手剣で気絶できるんや。あ、というかこの盾で気絶さすんか。
なるほどな。鬼術ってハンマーの千倍機特許ちゃうんやな。てかこの小さい盾見てるとめっちゃパリしたくなる。はい、では評価いきたいと思います。まずは性能5点。攻撃と防御のバランスめっちゃいいし、初心者でも簡単に扱えそうなので満点。でもさすがにハンマーより気絶能力弱いやんな。そして好み2点。なんやろ、ザ普通って感じ。すまん、なんかいいコメントが思いつかんかった。そして映え4点。空飛べるし気絶できるしガードあるしで映え要素多いよね。なんか優等生って感じで落ち着くんやけど、でもやっぱなんか物足りなさも感じてしまうんが正直なところ。はい、お次はガンランス。パッと見はランスに似てるけど何がちゃうんやろか。へい、おい、おお、え、弾撃った。なるほどな、ガンランスのガンって銃のことなんやね。てかさっきまで弓とか使ってたのに急に文明開化しすぎちゃう。で、コンボ、はいはいはい、からの、おお、強そう。あ、左上に光ってるけど何やあれ。リロードはこう。あ、できた。で、おい、はい、何これ、何これ、うわ、かっこよ。てかダメージ 50×3 って強すぎん。やっぱり現代兵器が最強なんやな。はい、では採点へ参りたいと思います。性能3点。威力はありそうやけど使いやすさ自体はランスより下がる印象。特に弾の管理が大変そうやし慣れが必要やね。好み5点。見た目も技もかっこよくない？私のセンスおかしいんかな。てか銃で恐竜と戦うとかもう完全にジュラシックパークの世界。そして映え5点。もう流撃砲だけで10点あげたい。もうこれはキングオブ映えでしょう。はい、お次はタッチ。もうこの鞘に収まってる姿がすでにかっこいいんやけど合ってる？よし、うわ、これはかっこいいわ。この武器絶対人気あるやろ。いやー、でもまだわからん。もしかしたら攻撃のモーションを鬼ダサいかもしれん。よし、やってみよう。おいおいおい、普通にかっこいいわ。でも威力は思ったより控えめかな。キバ切りかな。この年季ゲージっての左上の赤いやつなんかな。使ってみよう。ほい、おお、おお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 お、めっちゃかっこいいやん。最後の納刀の仕方とか惚れてまうわ。はい、では評価いきたいと思います。まず性能3点。性能的には割と普通ちゃうかな。リーチも長いし使いやすいし、なんとかはないんやけどな。で、好み5点。悔しいけどかっこいいよね。もう刀イコールかっこいいって日本人の DNA に刻まれてるんやと思うわ。映え4点。これといって特筆するものはないんやけど全体的にかっこいい。私がキッズやったら問答無用でこの武器選んでたと思うわ。それでは結果発表、ドン。どうでしょうか、皆さんの意見と近い結果になったんじゃないでしょうか。続いて私のメイン武器とサブ武器も発表したいと思います。まずサブ武器総中棍、そしてメイン武器は大剣に決定いたしました。いや、ランキング関係ないやん、この順位は何やったんやって思われるかもしれません。おーい、何やったやろ。まあ順位や結果が全てではなくフィーリングも大事ってことですね。ということで次回からは大剣と総中棍を携えてストーリーを進めていきたいと思います。それではまた次回パートでお会いしましょう。